今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは AKB48 消えた真相でございます。 AKB48 といえば、数年前はテレビで見ない日はないってくらいの人気だったわよね。言われてみれば、最近はあまり見かける機会もない気がするぜ。一体どうして見なくなったんだろうな。今回は AKB48 の歴史も一緒に、なぜ消えてしまったのかを説明します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。 AKB48 は音楽プロデューサーで、放送作家、作詞家でもある秋元康さんが手掛けたアイドルグループで、活動を開始したのは2005年のことです。登場してからもう17年も経つのね。メンバーが次々に卒業していくのも納得だわ。デビュー当時小学生だったとしてもそろそろ30歳だもんな。AKB とは AKB48 が拠点にしている東京と秋葉原を指す言葉で、最初の募集告知では、秋葉原48プロジェクトと銘打たれていました。秋葉原48プロジェクトだとちょっと硬い気がするぜ。会いに行けるアイドルをコンセプトに専用の劇場である AKB48 劇場。で、ほぼ毎日公演を行うことを特徴としています。アイドルや女優みたいな芸能人って雲の上の存在というか、すごく遠い存在だったけど、 AKB48 はファンとの距離が比較的近いのが特徴ね。 AKB48 はマスメディアを通さないと触れることのできないような遠い存在ではなく、ファンがメンバーを身近な存在として感情移入し応援して、その成長過程を共有するスタイルで支持を得ました。当時としては斬新な試みだったと思うが、人気を獲得することができたってことか。秋元さんの戦略は大成功だったんだな。48という数字がついたグループ名ではありますが、メンバーは正規メンバーと研究生を合わせると80名を超えているのですよ。学校のクラス2つ分以上だと考えると面白いわ。2013年3月には全メンバーが88人となり、最大のポップグループとしてギネス世界記録にも認定されています。メンバーを全員覚えるだけで一苦労だぜ。2022年8月時点のメンバーの合計は82名ですね。とんでもない規模のグループよね。全員揃うことなんてそうそうないんじゃない？その通りです。AKB48 を構成する基本的な単位はチームであり、チームごとあるいは選抜メンバーでの活動が主であることから、全メンバーが揃う機会というのは少ないですね。テレビに出演するたびに何十人も呼べないもんな。AKB48 の発足当初は A チーム24名を1軍、K チーム24名を2軍として、計48名がファン投票を反映して昇格と降格を繰り返しながら公演を行っていくことを予定していました。それはそれで面白そうだけどね。2005年12月8日、AKB 劇場で初公演を行います。その2ヶ月後、2006年2月にシングル桜の花びらたちでインディーズデビューを果たしました。この頃からずっと AKB48 のファンだ。って人はどれくらいいるのか気になるぜ。さらに2006年10月25日に会いたかったでメジャーデビューします。サビだけは聞き覚えがあるって人も多いかもしれないわ。本当にいろんなところで流れていたもの。2007年には NHK の紅白歌合戦に出場をしていますが、この頃は、オタク向けのアイドルというイメージが先行しており、多くの人は彼女らに興味を示しませんでした。2000年代前半から中頃くらいにはすでに深夜アニメや動画投稿サイトなんかが流行っていたし、オタク文化も広まりつつあったタイミングではあるが、まだまだマニアックなジャンルではあったよな。2009年に発売したリバーで初のオリコン1位を獲得、その後発表した楽曲も次々に1位を獲得します。こうしてマスメディアから AKB 現象、国民的アイドルグループと呼ばれ出しました。それくらいの時期から爆発的なヒットをしたってことね。AKB48 がヒットしたことで推しという言葉も一般化されたほか、オタクという呼称そのもののイメージもライトになり、ファンやマニアと同じくらいの意味で使用されるようになります。言葉のイメージをガラッと変えてしまうというのはすごいことだぜ。それにしてもどうしてあんなにブレイクしたのかしら。もう少し前の時代にもモーニング娘みたいなアイドルはいたしブレイクしたけど、 AKB ほど売れていたかというと違うじゃない。AKB48 がブレイクしたのは、AKB 商法と呼ばれるグループ特有の売り方が、時代に即していたからでしょう。会いに行けるだけでも斬新だけど、それ以外にも AKB ならではの特徴があったのかしら？まず最初に挙げられるのが、握手券や総選挙の投票券が封入された CD の販売ですね。熱心なファンが複数枚 CD を購入して推しメンを応援するのも珍しくありませんでした。
1枚買ったら1回握手できるが、握手券が2枚あれば2回握手できる。段ボールいっぱいの CD を買うようなファンもちらほら見かけたぜ。ファンでない人も、流行っているから試しに CD を買ってみたら一度は握手会に参加できます。そして参加した握手会ですっかり虜になったという人もいました。ファン以外の人が参入しやすい世界だったというのはあるかもね。通常同じアーティストの CD を複数枚買う理由はほとんどありません。しかし、AKB48 は買えば買うだけ握手したり投票できるというメリットがありました。大好きなアイドルのためにお金をつぎ込むのが楽しいって人は一定数いるらしいな。また、CD がたくさん購入されると、オリコンの順位も上がっていきます。ヘビーなファンには自分の財産でオリコンの上位に AKB48 が上がっていくのが、心地よいという人もいたのですよ。AKB は俺が育てた。ってこと？感覚としてはそれが近いのかもしれないな。握手券や投票券目当てで CD が大量に購入されることで、楽曲の正しい人気が、測れないなど日本の音楽セールス市場に影響を与えたことからこの商法には批判もありました。まあ、オリコンが AKB48 でいっぱいというのは異常な光景ではあったわ。しかし2018年、音楽人気を測る基準がビルボードチャートに変わります。ビルボードってのは、CD 販売だけじゃなく、音楽のダウンロード数や動画の再生数といった、いくつかの指標で総合的に構成されるチャートのことだぜ。CD をたくさん買うだけでは人気上位にはなれない世界になったのね。ビルボードの指標の中には PC への CD 読み取り数であるルックアップ、というものもあるのですよ。複数枚購入によるチャートへの影響が抑制されていると言えるでしょう。推しのグループのために PC を何台も購入してたらあっという間にお金がなくなってしまうな。AKB 商法のおかげでブレイクしたけど、対策もされちゃったってことだわ。しかし、それだけで消えるとは思えないんだが。AKB48 が消えてしまった二つ目の理由は、人気メンバーの卒業、離脱が相次いだことにあります。昔の AKB といえばこの人、みたいないわゆるエース的な人がいたわよね。AKB48 の絶対的センターとして人気を博した前田敦子さんや、神セブンと呼ばれたメンバーが、卒業してからグループを支えた指原莉乃さんのような高い人気を誇る、メンバーがいつの時代にもいましたね。アイドルなんて全く興味がないって人でも、何かしらの番組で見たことがあるくらいの存在感だったぜ。しかし、2019年4月に指原さんが卒業してからは、彼女の穴を埋めることの、できるメンバーは出てきていません。ポスト前田、ポスト指原のような、新しいエースを生み出せなかったのです。絶対的エースの不在は、AKB みたいな大所帯のアイドルグループにとってはいたぜ。ってことかしら。あれだけたくさんの人がいるんだから、一人くらいいなかったの？エースの不在、それはプロデュース48という韓国のオーディション番組に AKB48 が、出演したことが関係しているのですよ。韓国の番組なのに48がついてるんだな。どんな番組なんだ？プロデュース48は韓国の音楽専門チャンネル Mnet が秋元さんに協力を依頼して、実現した番組で、2018年の6月から8月の2ヶ月間放送された、公開オーディション番組です。AKB のメンバーが韓国でオーディションを受けたってこと？日韓の参加者96名のうち、合格した上位12名がアイズワンとしてデビューしました。国際交流って感じだし、いいことなんじゃないのか？問題は AKB48 メンバーのレベルです。日本のアイドルと比較して韓国アイドルは歌、ダンスともに非常にハイレベルで、AKB48 は全くと言っていいほど通用しなかったのですよ。韓国のアイドルはダンスがキレッキレだものね。日本のアイドルとは求められてるものが違うってことなのかも。オーディション時点ではレベルの差が大きかったのですが、本格的にレッスンを受ければ通用するというメンバーが数名いました。どんな人がいたんだ？韓国でのデビューが決まった宮脇さくらさん、矢吹奈子さん、本田ひとみさんの3人です。特に宮脇さんは人気メンバーとして日本でも注目されていました。日本のファンは宮脇さんの素質を見抜いていたってことかもね。アイズワンのメンバーになることは叶いませんでしたが、AKB48 のまとめ役である総監督になるとも言われていた高橋朱里さんも AKB48 を卒業。韓国に渡って向こうでアイドルデビューしています。4人も日本人アイドルが韓国で活躍しているじゃないか。アイズワンは2021年4月までの期間限定グループではありましたが、日韓問わず高い人気を誇るトワイスに次ぐ人気を獲得するなど大活躍しました。それって喜ばしいことなんじゃないの？もちろんそれは素晴らしいことですよ。ただし、AKB48 としては人材が流出した、と言えるでしょう。宮脇さんや高橋さんはポスト指原を狙うこともできたかもしれません。
人材の流出と欠員が出るタイミングが被ってしまったってことか。こうして主要メンバーが次々とかけていった AKB48 とは対照的に人気を獲得したのが、乃木坂46や欅坂46といった AKB48 のライバルとして誕生したアイドルグループです。いわゆる坂道グループのことね。握手会とかをするのは一緒だけど、メンバーはルックスが重視されたり、グループごとのコンセプトが明確だっていう違いがあるわ。結成当初から応援しているファンはともかく、最近アイドルを支持し始めたファン歴の短い、人々はよりわかりやすくシンプルなグループである坂道グループに、移っていったということですね。総選挙のたびにたくさん CD を買うのは大変だしな。2018年にはさらにファンが運営に対する不信感を持つ出来事もありました。今度は運営への不信感とは、2018年はニュースが多いな。発覚したのは2019年ですが、2018年12月に姉妹グループである NGT48 のメンバーである山口真帆さんがファンに暴力を振るわれるという事件が起きています。怖かったでしょうね。運営の事後処理はずさんというほかなく、記者会見中に山口さんがツイッターを使ってリアルタイムで反論したり、第三者委員会による調査報告の会見も行われていないのですよ。メンバーからの反論があるなんて、ファン目線だといい加減なこと言って事態を沈静化させようとしていると捉えられてもしょうがないぜ。結果、2019年まで20年続いていた夏の総選挙が見送られたり、冠番組の終了も相次ぐなど、AKB48 グループは社会的信頼を失ったと言っても、過言ではないでしょう。大人気アイドルグループがこんなに雑な運営をされていたなんて、と思われても仕方ないわ。さらに AKB48 にとって特に都合が悪かったのは、世界で流行している感染症の存在です。感染症が流行って都合がいい勢力なんてそうそうないと思うが。もちろんそれはそうなのですが、感染症が流行り出した頃、いくつかのことを自粛しなければいけなかったことを覚えていますか？外出と、接触かしら？その通りです。劇場まで足を運ぶことや握手会も難しくなりました。会いに行けるアイドルって、言い換えると接触できるアイドルだもんな。 AKB の強みが失われたと言っても過言じゃないのかもしれないぜ。日本中の人々が外出を自粛するようになったことで、動画配信などに力を入れるようになるグループも増えたのです。主力を欠いた AKB48 を応援する人が減るのも決して不自然なことではないでしょう。ただでさえ運営に不信感を持つ人が増えたタイミングだもの、離れる口実ができたと感じた人も多いのかもね。メジャーデビューしてから毎年4、5枚のペースで発表されてきたシングルも、2020年は1枚しか発売しておらず、握手会も一度も開かれることはありませんでした。特に都合が悪かったというのはそういうことか。さらに2020年には、2009年から11年連続で出場していた紅白歌合戦の出場者の中に、名前がなかったのです。これも多くのファンを驚かせました。握手会には行けなかったけど紅白では見られると思っていたファンもいたと思うわ。一方で AKB48 は2019年時点で年間トップアーティストの20位圏内からも落ちてしまっているので、紅白出場を逃すのも当然だと考えた人も多かったようですね。ビルボードチャートのおかげでお金を使えば使っただけ人気に反映されるというわけにもいかなくなったし、そもそも2020年にはお金をつぎ込む先もなかったんだもんな。これで本日の発表は終わりです。いかがでしたか？こうして振り返ると、長い間人気だったなぁと感じたわね。今在籍してるアイドルには頑張ってほしいと思うぜ。ああ、AKB48 を見かけることが少なくなったのには、たくさんの要因が、重なっていることがわかりましたね。極めて高い人気を誇ったグループですから、また全盛期のような勢いを、取り戻してほしいと思います。それでは本日も閉店させていただきます。見るでした。